き来たる忍びの世がため仲間と共に戦う者忍びの世がため闇と共に走る者先を見据えし領有がついに自称共闘の将行くぜさくらちゃんサスケうんおうねえな。十尾が手加減なしとは遅かったか？いや、ぴったりだぜ、父ちゃん。みなと、相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。よし、始めるぞ、みなの者。ほかげ様たち、なんで？オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ、本当に？おう、みんな俺たちも知ってる。あのホカゲたちだってばよ。貴様まで復活したとはな。嬉しいぞ。走るな！お前は後。まずは十尾を止める。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達も直に来る。彼も味方だよ。さて。これってナルトと同じ？まさかとは思ったが、ミナトまで。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かってる。このわしを分けてでも封印しきった男だ。おかげたち、行くぞ。忍法、史跡用心。さらに俺だけ加えての先鋒明神門。来たな。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。さくらか。どういうこと？本当にサスケ君なの？てめえ、何しに来やがった？なんでサスケ君がここに？いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がほかげになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。
だから俺が火影になり里を変える。火影になった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者が火影になるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。火影になるのは俺だってばよ。そんなに火影に憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よし、サクラちゃん。私が二人に届かないか弱い女だと思ってる？よっしゃ、第七班ここに復活だってばよ。行くぜサクラちゃん、サスケ。うん。おう、木遁、木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り奴を打ち破るのだ。行くぞ。体以上、体力はさらに落ちる。
サスケ、あのでけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おい、サスケ燃え尽きろ。そろそろか。オビト、お前のかつての夢はホカゲになることだった。ナルトはな、今でもそうなんだよ。お前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってる。お前自身、かつての自分に否定されたいと望んでいるんじゃないのか。ナルトの心の内が分かっているからこそだ。そのすべてを否定してやりたくてね。それともう一つ言っておくが、お前が俺に対して後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前とリンのことだけだと思っているなら、見当違いもいいところだ。知っているのさ、すべて。あの時リンは霧隠れにさらわれ、賛美の人中力にされていたことも、そして美獣の力が暴走することを恐れ、リンが自ら選んでお前の手にかかったことも。それを知っていてなぜ。俺にとってリンを守れなかったお前は偽物だ。そしてリンは俺の中で死ぬべき人ではない。よって死んだリンも偽物でしかない。こんな状況ばかりを作ってきた忍びのシステム、里、そしてその忍びたち。俺が本当に絶望したのはこの世界そのもの、この偽物の世界にだ。ナルトが言ったはずだ、心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと。今のお前はその本物の凛も消そうとしてるんだぞ。カカシ、俺はもう空っぽなんだよ。風穴の開いた俺の心はもう痛みすら感じない。だから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのか。そんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思っているのか。ではこんな世界にいてどうやって穴を埋める。オビト、心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。綺麗事をグダグダと。現実を、この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある。忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。そして仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ。で、俺がクズだとしてどうする。クズな俺をクズなお前が改心させるとでも。残念だが俺にはお前を変えられるだけのものが見つからない。もうお前にしてやれるのは死だけだ。来い。
では、忍び組み手はじめ。そういうところだけは認めてやるよ。やられてばっかりじゃねえよ。そんなのよりもしかできない。人の水流なるこの世界を、仲間を寒い。待ちかねたぞ。そろそろ俺を輪廻転生させる頃合いだ。オビト、お前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備に過ぎん。ここからは俺の時間だ。この感じはそういうことか。飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね、オビト。なぜ？あっけなかったな。あとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。
な。終戦と決めつける裏切り者の同胞よ。これは、気ぃつけろサスケ、あいつはもう今までのオビトじゃねえ。どういうことだ。マダラに操られてるのを振り払って、あいつは最初からずっとこれになるために印を結んでた。多分十尾の力を吸い取る術だ。なんだと。お前の言ってることが正しいのであれば、やつは今のオビトは十尾の神中力だってばよ。待っては俺はもう待ったはなしだ、柱間。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、扉間。サルトビ。おう。強めかつ強めだな。それでも
なぜ否定する。それは幸せなあるとは限らん。考えだよ、破壊することで成長する。幸せとはその先にあるものじゃ。ではその失敗の中で二度と取り戻せないものがあるとしたら、人は後悔し、もう一度やり直しを求める。それはできない。サルル、おやつとは見えているものが違う。話は通じるのか。里を背負うこの子たちはこれほど軽いものだったと納得したよ。その程度だから失敗したのだ。無心とはいえ、わしらそんなのを相手に。こいつ、俺がこうなってしまったのは、みんなに興味を振り込んだわしのせいでもある。許せずに責めるとも、一代ほかの力を無理しさせた。世界にあだなすのなら容赦はできぬ。腕は痺れる。この戦いまだ終わらぬようじゃな。なるほど、この体十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そうか、そうだった。しかし、あの男、厄介な相手だぞ。俺は今、忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのは、火影のはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか、先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死が火影でよかったよ。おかげで火影を諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。火影になれなかったお前が火影をバカにすんじゃねえぞ。何より火影になった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木の葉の誰より、忍界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ、行こう。ないだろ。誰がそんなこと決めた。
シナと一緒に戦っているようになっている。父ちゃんをバカにしたてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。邪魔をするな、マダラ。こうなってはやらねばならないことがある。何のことだ。もう少しお前をいただく。再び本気のお前と戦うことができる。本来ならばもう叶わなかった戦いだ。現在の五影に比べ柱間、やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っているか、今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっているぞ。今と昔では求められているものが違う。力が全てではない。違うね。結局物を言うのは力。相変わらずお前の考えは甘い。俺たちはそれを知った世界を現在のように干渉するのはやめろ。俺も死んだ存在。誰がそんなことを決めた。俺はかねてよりこの時のために虎視眈々と計画を進めていたのだ。戦闘極端神数戦時頂上化物。今の世をこれ以上乱すことは許さん。さすがはマダラ。この程度では終わる気がせぬ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、
お前は真珠というものを知っているか。真珠？まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か昔、真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から真鍮として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が真珠に宿った。その実には決して手をつけてはならないという伝承があったが、争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒木かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒木羽衣。チャクラの教えを説き忍衆を始めた忍びの祖、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか。その身に人が手をつけた時より人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられたのだ。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ。すべてをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ、それをなすのはオビトでも他の何者でもない、この俺だ。なぜだ。なぜそうなってしまったのだ。お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやろう。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しもう。